はい、バイナリーオプションスペシャリストの半間です。半間岩尾先生です。そして半間家の本家の半間岩尾です。YouTube なんか見ますとね、ちょっとね、非常にまあしょうがないですけれども、 YouTuber の人たちというのは YouTube にテレビ出るのに、やはり生活のためが YouTube ので収入を得ることがほとんど全部なんですね、収入源がね。そのためにね、完全なる奴隷になってることが見受けられますね。アクセス多い人は特に YouTube のアクセスで収入がたくさん入ってる人たち、有名な人ね。言うなれば社会の奴隷になって稼ぐしかないというのは当たり前ですけどね。 YouTube だけの収入となりますとね。ですから発言がちょっとだいぶね、社会の動きに合うように動かないといけない。また収入を稼がないといけないということで、ぎこちない動きをしないといけないんですね。見てると、あと自分の好き勝手なことが喋れないね。そんな YouTube の人たち、ほとんど全員でしょうか、売れてる人。これが非常にね、考えさせられますし、ちょっと動きが非常にひどいなと思いますね。私の場合は YouTube は自分の仕事のね、パテントとか、ついでの大事なことをちょっと言っとかないと、また自分のアリバイですね、こういう時にこういうところにいるとかですね、なんかいろいろ犯罪に巻き込まれてると大変なんで、まあそういうことでやってて、ついでに僕の技術をついでに見せて、まあ今アクセスは少ないですけど、多い時は多く出るんですね、私本物貴族なんてね。で、人間たち頼りに、実際は全くないですね、生きてる段階でね。ただ危ないんで、人間が危ないんで、とにかく全部私は自分の仕事は全部自分でやってます。で、人間を動かさないといけない時は10倍ぐらいをお金がかかってね、大損します。しかしそれをやんないと、人間と仕事しなければ、取引しなければ、地球にいて周りに人間しかいないんで生きることができません。で、実際人間に頼んでどんないい仕事をやらせたってマイナスです。で、それをまず分かってもらいたいということだね。まあそういうことなんで、あと全部自分でやってるわけですね。地球の発明とか技術とか全部上をやってますし、たった一人で上の生物ですからね。一人だけね。で、全部自分で研究してまして、自分がやった方が早いです、研究。人間たち全員でやって研究とか作ったりするよりか早いです。ただ出発点がありましてね、高度な生物というのは、ね、人間よりがちょっと知能の高いロボットを作らないといけないんですよ。それでそのロボットがタダで働いてくれるようにね。自分が故障したらロボット同士で修理をすると。ね。そして、まあ農家の仕事から、農作業の仕事からね、コンピューターロボット、人間よりかちょっと知能は高いですか、けども労働をして、私のために働くという方法なんですね。で、人間を働かすということは、人間たちはしょうがないですけども、上の生物として私の場合の人間で働くと、もう10倍ぐらい損するんですよ。ね、
逆にマイナスになってしまう、資源を荒らしたりしますから。で、コンピューターで忠実にね、完全忠実に働いてもらうというのが私の設計事情なんですね。だから、あらゆる労働者は全部コンピュータロボットであるということが一番の理想なんです。で、なかなかまだ時代が進んでませんし、技術が、で、私の方だけ先に進んだものを作ると盗まれたりしますから、とにかく人間が作ったものと同じもので間に合わせるしかないんですね。また私の学習時間、若い時は、だから、何でも研究とか技術をやって人間ができるものをまず勉強しようということでね。じゃあ、導いたものだけはね、勉強して自分でできるようになって、その代わり何でもできるようにしてきてるわけですね。というのは、出っ張るとね、盗まれたり、財産守るのが大変なんで、自分の技術、自分の発展ということで、盗まれないですからね。もう人間たちが発明して作ってるものはね。だから、そこの技術だけは自分で学んで、進化させていったと。で、何でも、私はね、農学博士の学者でもありますし、電子工学博士の、本物の、博士でもありますし、ね、医学でも本物の博士で、学者ですけども、国の派遣で、国の、でっかい病院なんかの、に派遣で学者として、契約で仕事もしてますし、医療関係の装置の開発もしてますね。で、SF 映画でいく石棺という生き返る装置を私は地球が生まれる前に発明してて、命と石棺、宇宙戦争で命と石棺を壊されて、今の地球に